なるほど。食料備蓄が少しずつ減っていると、やはりしばらく続く不作の影響かな。それもありますが、これほど手を尽くして回復に向かわないというのもかなり危機的な状況でしょう。かくなる上は価格の引き上げくらいしか対処法はないと思いますが。いや、それには賛同しかねるね。ここは僕が一肌脱ごうじゃないか。こう見えても僕には友人が多い。信頼できる業者に食料の手配を頼んでみよう。そんなにうまくいくでしょうか。彼らはこういう時に必要なのが助け合いの精神だと理解しているよ。心配は無用さ。ありがとうございます、ハリー先生。支部の運営が順調なのも全て先生のお力添えのおかげです。いつも言っているが、先生はよしてくれよ。しばらく滞在する以上、僕もこの町の住人だからね。気にしないでほしい。ここにいるなんて珍しいですね。いや、そんなことはないよ。僕は暇さえあればここに通っているんだ。コルセートに住んでいる以上、町の運営のために自分ができることをしないとね。はあ、運営ですか。支部の仕事ですけど、部外者が口を挟んでいいんですか。そんなことより、またハリーさんの冒険話が聞きたいです。今度はどんなところに冒険するんですか。なんと無礼な。ほう、冒険の話をご所望かね。僕も話したくて仕方ないが、あいにく急用が入ってしまったのさ。この用件が終わったらじっくりと話してあげよう。楽しみにしてくれたまえ。なんだ、今日はお忙しいんですか。残念です。すまないね。では失礼するよ。あなた方に一つだけ忠告しておくことがあります。どうかしましたか、ソウルさん。目が怖いですよ。あなた方のお給料がどこから出ているのか、支部の予算はどのように編成されるのか、それらは錬金術のように無尽蔵に出るものではありません。多くの人々の協力によって支部は運営されているのです。ハリー先生は我々に多大な出資をしてくださっています。それもすべて町の円滑な運営のためです。ハリーさんが？冗談でしょ。
事実です。でもハリーさんはただの冒険家なんじゃ。ハリー先生によって組織された行商隊が新たな交易路を開拓したことで町全体に大きな利益が生まれました。冒険家業はその傍らの趣味の一環といったところなのでしょう。それじゃあ本当にお金持ちなんですか？その割にはかなり本気で冒険ばかりしているように見えるけど。ですからお金を出してくれる人に逆らってはいけません。これは世の中の決まりです。それを肝に銘じて今後も仕事をするように。いいですね。はあ、覚えておきます。人は見かけによらないんだな。ところでソウルさんって甘いものが大好きなんですよね。ええ、好きですね。それがどうかしましたか？その、ずっと食べてるじゃないですか。虫歯になったりはしないんですか？生まれつき歯が丈夫なもので、特にそういったことで困ったことはありませんよ。へえ、羨ましいです。私は子供の頃に虫歯になったことがあって。それはお気の毒に。今後は私も注意しましょう。おっと、そろそろ補充しないと。もう、せっかく注意しようと思ったのに全然聞いてくれてませんよね。ああ、注意のつもりだったんですか。失礼。ただの不幸自慢だと思っていました。うん、そうですね。ちょっと言い方が遠回しでした。率直に言ってくれていいですよ。私もいつもそうしていますから、どうぞ遠慮なく。食べ過ぎなんじゃないですか？そうなんじゃいつか太っちゃいますよ。はあ、そういうものですかね。そうですよ。座ってばかりでずっと運動しなかったら太っちゃいます。なるほど。何分太らない体質なもので、そういうのはよくわからないんですよ。太らない体質ってどういうことですか？いや、そのままの意味ですが、むしろなぜか痩せていく一方で。私なんてついつい食べ過ぎちゃうからプニプニにならないように頑張ってるのに。
んなこと言われても、逆に体型を維持するためにもお菓子を食べているわけでして。じゃあソウルさんのお菓子を食べてたら絶対に太らないんですね。ああ、落ち着いてください。人それぞれだと思います。はい、すみません。じゃあどうしたらソウルさんみたいにお菓子を食べていても太らないんでしょう。はあ、そうですね。頭を使う仕事をすればどうでしょうか。頭を使うですか？そんなことで痩せるのかな？そうそう。考えるというのは意外に疲れるものでしょう。きっとそれが運動の代わりになっているんですよ。そういった仕事を率先してやることでどんどん痩せていくのではないでしょうか。言われてみるとそんな気が。わかりました。そういうお仕事もたくさんしてみますね。嘘ではないか。そう思い込んで仕事をすれば本当に痩せるかもしれませんしね。いえいえ、何でもありません。今日は、まったく、やる気があるんですか？無理。エスカ、待っていました。探していたものが見つかりましたよ。あれ、探していたものって何か頼んでたっけ？以前古い絵本を読んだでしょ。その続きが見つかりました。のお話だっけ。何度も読んでくれたよね。そうですね。毎日のようにせがむので仕事が手につかないこともありました。あの頃に比べたらエスカも随分と物分かりが良くなりましたね。おてんばなのは相変わらずですが。あはは、さすがにお仕事が大事なことくらいはわかるようになったよ。時間ある？またクローネに読んでほしいな。あらあら、まるで昔のようですね。
いいでしょう。少々お待ちください。それでは始めます。ハチドリ姫の大冒険その2。友達の危機を救ったハチドリ姫ですが、その友達はなぜかとても悲しそうでした。ありがとうハチドリ姫。でも私にはわからないの。何がわからないの？今までたくさんのお野菜ができたおじいさんの畑に、どうしてお野菜ができなくなってしまったのかしら。ハチドリ姫は困りました。なぜならそれはハチドリ姫にもわからなかったからです。畑を元気にすることは簡単でも、どうして元気がなくなってしまったのかわかりません。とても不思議なことでした。でもハチドリ姫は何でもわかる女の子。そんなの納得できません。帽子の女の子にハチドリ姫は言いました。だったらこのじょうろをあげる。これを使えば畑はずっと元気よ。あなたが畑に水をまいている間にどうしてなのか調べてきてあげる。こうしてハチドリ姫は旅立つことにしました。遠く離れた空にあるという何でも書いてある本を求めて。ハチドリ姫はおじいさんの畑を元気にしたじょうろを帽子の女の子にあげました。帽子の女の子はそれをもらってハチドリ姫に言いました。約束だよハチドリ姫。それが分かったら必ず帰ってきてね。こうしてハチドリ姫の大冒険が始まりました。いかがでしたか？思い出した。ここからハチドリ姫の大冒険が始まるんだっけ。そうですね。野を越え山を越え、ハチドリ姫は知識を求めて旅立ちました。その大冒険の続きが気になって、私も外にお出かけしたいって思ったな。でも今読み直してみると結構錬金術に関係ありそうな本だよね。ハチドリ姫がじょうろを作ったりしてるし。その道具を使って旅をする、その過程を楽しませる意図がありましたからね。あははは。じゃあ私がこうやって役人になって冒険してるのもクローネが読んでくれた本の影響なのかもね。なるほど、そうでしたか。その可能性は
考慮していなかったですね。ねえクローネ、まだ続きを探してもらってもいいかな。あらあら、気になりますか。では暇な時にでも探してみましょう。なあニオ、確か未踏遺跡について調べてたよな。はい、もしかして興味湧きました。まあそんなところだな。勝手な話で悪いんだけど、よかったらいろいろと未踏遺跡について聞かせてくれないか。勝手なことなんてないですよ。せっかく調べてるんだから聞いてくれるのは嬉しいです。本当？ありがとうニオさん。何から話そうかな。そもそもなんで未踏遺跡って言われてるか知ってますか？ないからじゃないの？そうなんだけど、遺跡ってことは昔の人はあそこに行ったり来たりしてたんだよね。だったら未踏遺跡ってちょっと変な名前だよね。昔の人はきっとあそこに到達してたのに。言われてみればそうだけど、前時代の技術なら簡単に行けて、俺たちじゃ難しいって話じゃないのか？でも昔の人が行けたなら、その方法が残っててもおかしくないじゃないですか。なのにあれが未踏遺跡って呼ばれるようになってから、あれに関する資料って全く発見されてないんです。行く方法、帰る方法、そういう感じの資料が全く。全く？本当に全く見つかってないの？だからここから先は私が勝手に推測してることなんだけど、例えばあれが空に浮くようになってから誰も行けなくなっちゃったとか。え？それだと昔の人でも行くのが難しいってことなのかな。まさか。いや、生き返りの資料が一切発見されてないっていうのは。っていろんな推測をしてるんですけどね、昔の人はどうにかしてあそこに行ったりしていたんだと思います。でもそれも見つからないんですよね。そうか。もっといい方法があるかと思ったけど、そういうわけでもないんだな。また何か分かったら二人にもお知らせしますね。頑張りますから。ありがとうニオさん。こっちも何か分かったら教えるね。
これで、はい。さて、どれにするかな。材料は何にするか。エスカ、頼んだぞ。これでよーし、まだ大丈夫。これでどうかな。うーん、順調。うん、いい。これで、それじゃあ、やった。どの戦力を引き継ごう。これできましたよ、ロジーさん。材料は何にするか。よし、うまくいってくれよ。こうしてもいいな。さて、何が起きるか。こうしてもいいな。さてと、よし、どの戦力を引き継ぐかな。これ完成したぞ。さて、どれにするかな。材料は何にするか。材料は何にするか。よし、始めるぞ。まだ大丈夫そうだ。よし、いけるな。こうしてもいいな。さて、何が起きるか。これで、さてと、よし、で、どの戦力を引き継ぐかな。これ完成したぞ。